電池は危険物として厳しく規制されており、法令を守って取り扱うためには電池を正しく識別する必要があります。そのため FBA で電池を販売される出品者様には、電池の情報に関する質問にご回答いただく必要があります。それでは始めましょう。出品者様として皆様は正確な情報を提供することが求められます。情報が不正確であったり不足していたりする場合、事故や配送遅延につながることや法的責任の追及の対象となることがあります。出品者様が販売される電池はどのような種類の電池ですか？代表的な電池の種類には、リチウムイオン、リチウム金属、アルカリ、ニッケル水素などがあります。通常電池の種類は電池本体に記載されています。または商品の取扱説明書などで確認することもできます。リチウム電池を販売される場合は、追加でいくつかの質問にご回答いただく必要があります。商品には電池が何個含まれていますか？電池の数量はとても重要な情報の一つです。トランシーバーのセットを出品する際の例を見てみましょう。各トランシーバーには電池が1個ずつ含まれています。販売する商品にはトランシーバーが2個含まれているため、商品登録時には電池の個数は2個と登録いただく必要があります。またセルの個数についてもご回答いただく必要があります。セルは電池の構成単位の一つで、単電池とも呼ばれます。セルの定義についてはセラーセントラルのヘルプページで詳細をご確認ください。これは単一のセルで構造された電池と複数のセルで構造された電池では適用される規制が異なるためです。単一のセルで構成された電池の代表的な例としては、懐中電灯に使用される単三型電池や腕時計に使用されるボタン電池などがあります。複数のセルで構成された電池の代表的な例はノートパソコンのバッテリーなどがあります。ノートパソコン用のバッテリーはバッテリーの寿命を長く保つため、バッテリーケース内で複数のリチウムイオンセルが接続されています。通常複数のセルで構成された電池内のセルの個数については、メーカーのウェブサイトや商品の仕様書などから確認することができます。電池の重量とは何でしょうか？電池の重量とは商品内に含まれている電池のみの重量を指しています。バッテリーの重量は実際に計測いただくことができますが、これらの情報は取扱説明書などに記載されていることもあります。電池の規格とは、代表的な電池の規格には単三型電池、単四型電池、CR123A 電池、CR2 電池、QV 型電池などがあります。通常電池の規格は電池本体に記載されています。または商品の取扱説明書などで確認することもできます。電池の梱包状態についてもご回答いただく必要があります。電池には3つの梱包方法があります。電池単体、電池内蔵商品、電池付属商品です。電池単体の商品、例えばノートパソコンの予備バッテリーのみを販売される場合は、電池自体が商品ですを選択してください。モバイルバッテリーなども電池自体が商品ですを選択してください。または電池と電池を必要としない別の商品、例えば付属品のコードをセットで販売する場合なども電池自体が商品ですを選択してください。モバイルバッテリーが組み込まれたカバンなどの場合も電池自体が商品ですを選択してください。電池を機器に組み入れた場合、
または取り除くことができない場合などは、電池は商品に含まれていますを選択してください。例、タブレット PC、ソーラーライト、ワイヤレススピーカー、LED キャンドル、ワイヤレスヘッドフォン。外側から確認できない場合でも、バッテリーが含まれた商品は、電池は商品に含まれていますとして識別されることになります。電池などが機器内に組み入れられておらず、商品と同梱されている場合は、電池は商品に同梱されていますを選択してください。一般的に電池と機器が同梱されている商品は次の通りです。電動工具、懐中電灯、デジタルカメラ。次にワット時定格量についてご回答ください。電池の販売などはワット時定格量によって規制および制限されています。許可されている最大ワット時定格量は国によって違います。これらの商品を販売している場合は、そのバッテリーが規制に適合しているかをセラーセントラルで確認する必要があります。ワット時定格量はパッケージまたは電池に記載されています。ワット時定格量が電池本体に記載されていない、またはメーカーの取扱説明書にもない場合は、次の計算式を用いてご自身で算出することができます。計算式、ワット時定格量イコール定格電流割る1000かける定格電圧。詳細情報についてはセラーセントラルのヘルプページをご参照ください。リチウム金属電池の販売は、電池に含まれるリチウム含有量により法律上規制されます。詳細情報はメーカーの取扱説明書をご確認ください。リチウム含有量が使用書に記載されていない場合、次の計算式を用いて算出することができます。定格容量割る1000かける 0.3。 より詳しい情報が必要なときはセラーセントラルのヘルプページや出品大学のビデオをご覧ください。コミュニティと購入者の安全を守るため、ご協力をお願いいたします。